ゲイラックスはアメリカ合衆国バージニア州南西部に位置する独立市である。北東はキャロール郡、南西はグレーソン郡に接している。2010年国勢調査での人口は7042人である。アメリカ合衆国省務省経済分析局は統計上の目的でゲイラックス市とキャロール郡を一つにしている。ゲイラックスの歴史標識ゲイラックスの街は チェスナットクリーク沿いに設立され、このクリークが豊富な水を供給し、また初期の動力源にもなった。1904年、ノーフォークウェスタン鉄道がブレアズと呼ばれた村に視線を伸ばしたのが最初の鉄道になった。ゲイラクスは1906年に法人化された。町の縄地域に自生する常緑植物ガラックスから取られた。鉄道は貨物と乗客の双方を運び、 それが産業の成長を促し市民生活に必要なものを運んできた。家具、繊維、凶、衣類、後期床材の製造が地域経済の屋台骨になった。コンデンスミルクの加工も小さな農家が限られた量の牛乳を販売することを可能にした。1950年代、ゲイラクスはそれまで属していた2つの軍から分離し独立士となる道を選んだ。 このことで、経済成長を促し、長年強い税制の基盤ができた。グレーソン軍及び、キャロル軍と協業することで、市民の需要に対応する独立した道を歩むことができた。経済の減退とともに、家具工場が一つを残して閉鎖され、多くの市民が失業した。ゲーラックスは、世界のブルーグラス首都を自称してきた。2007年、ゲーラックス氏とキャロル軍及び、 グレーゾン群からなるコンソーシアムがワイヤードロードと呼ばれるオープンアクセスネットワークの建設を始めた。光ファイバーと無線ブロードバンドネットワークで構成されるワイヤードロードは2012年までに地域家庭と企業の80%に付設されることが計画された。ゲイラックス市の位置関係を示す図ゲイラックスは 北緯36度39分52秒整形80度55分12秒北緯36.66444度整形8 0 9 2 0 0零度36.66444マイナス8 0 9 2 0 0零に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.2平方マイルでありすべて陸地であるゲイラックス氏は バージニア州南西部のブルーリッジ山脈の中に一致している。ノースカロライナ州との宗教に接するキャロル軍とグレーソン軍に挟まれている。北部はグレートバレーに向かって標高を下げ、南部はピードモント大地になっている。地域はバレーにあり、標高は外略2500フィートである。東のキャロル軍とフロイド軍は標高3000フィートに達し、 4000フィート級の峰もある。西のグレーソン群は隣接するノースカロライナ州と地形や気候が似ているのでノースカロライナハイカントリーに属すと考えられることも多い。ゲイラックス市の夏は穏やかで湿度がある。平均最高気温は下詞80度台前半であり、周辺の定地よりも約下詞10度涼しい。秋は雨が多く涼しい。ハロウィーにより前に、 粉雪が降ることも珍しくはない。冬の雪は年間30ないし40インチより南の周辺地域よりもかなり多い。12月から3月まで気温は下肢40度前後であり、夜間は一桁台になることもある。ブルーリッジ山脈では特徴ある微気候が発生する。例えば風が東から吹くと大西洋からの湿り気に包まれ何日も、 霧や小雨に悩まされる。これは太平洋岸北西部ではよく見られる気候である。冬季の西部では風が北西から吹くときに湖水降下雪が鉱山に降る。この地域ではたびたび気温降下や気象の大きな変化が起きる。これは標高の差だけでなく地形の傾斜によっても起こり雨を降りやすくさせる。 陶器には数信の降雪があることも多いが、ニューガーバレーの北やピードモント大地の南では、それが雨に変わる。19世紀後半から1920年代初期まで、住民が陶器に川から氷を切り出し、それをガクズで覆い、暖かい季節に肉を冷蔵するために使ったことが伝えられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 うちは2010年データである。ゲイラックス市中心街、ゲイラックス市はアパラチア山脈の中にあり、その伝統音楽、すなわちオールドタイムミュージックとミュージシャンで知られてきた。アパラチア山脈の地域全体がオールドタイムミュージックで知られてはいるが、ノースカロライナ州マウントエアリーやゲイラックス周辺の地域は、この音楽が若者の間にも強く残っている数少ない地域である。 国内でも著名な伝統音楽競技会の一つ、オールド・フィドラーズ・コンベンションは、1935年から毎年ゲイラックス市で開催されている。昔から、ブルーグラスの分野で有望なミュージシャンを集めてきた。円形劇場や、オールドタイム音楽博物館のある、ブルーリッジ音楽会館が、ブルーリッジパークウェイの213マイルポストから、数マイルの距離にある。 ニューガワトレイル州立公園の南端がゲイラックス市にある。ゲイラックス市の公共教育はゲイラックス市公共教育学区が管轄している。学区内にはゲイラックス高校、ゲイラックス中学校、ゲイラックス小学校がある。ありがとうございます。